こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。先日玉ねぎに玉ねぎが甘くなる、また腐りにくくなる方法としまして、消石灰の上澄み液をかけました。その動画に対してたくさんの方にご覧いただきましてありがとうございました。コメントもたくさんいただきまして、コメントの中に黒石灰ではダメでしょうかとか、葉っぱに粉末をかける場合はどれぐらいかけたらいいでしょうかとか、たくさんコメントをいただいていますが、玉ねぎニンニクが甘くなったり腐りにくくなるのは、まず甘くなる理由としましてはカルシウムが補給されるということじゃないかと思います。また腐りにくくなるのはアルカリ成分で腐りにくくなるんではないか、殺菌作用も出て腐りにくくなるんではないかと思いますが、アルカリ成分が強い順番としましては、消石灰、次に駆動石灰、次がカキ殻石灰の順番になるのではないでしょうかね。これが私が昨年作った玉ねぎですが、まあ、腐ってはないです。これも収穫1ヶ月ぐらい前、1ヶ月か1ヶ月半ぐらい前に消石灰の上澄み液をかけた玉ねぎですが、腐ってはなくて、ただ食べるのが遅かった分が芽が出ました。ここに下の方にも根がこうだんだんと増えてきています。ここの茎は切らずに、元まで切らずに吊るしてましたので、その影響もあったんでしょうかね。コメントでも茎を元から切るとばい菌が入りやすくて腐りよいですよっていうコメントをいただきましたが、そうかもしれません。まあ私も比べたことがないので、ちょっとそこのところは比較してないので分かりませんけど、私も元からは切ってなくて、吊るすところは余分に茎がついてましたので、その影響もあるかなとは思います。それでは今から今日はニンニクにカキ殻石灰の粉末をかけてみたいと思います。量がどれぐらいですかっていうことですので、まあ1平米ぐらいで 5グラムぐらいっていうことですけど、もうそこまで測ってやったことがないですので、ちょっと足元が白くなる程度に巻いてますので、ちょっと巻いてみます。この有機石灰、カキ殻で作った有機石灰ですが、これをちょっと使ってみたいと思います。ちょっとマスクちょっと手で振りますので、手袋します。はい、それではちょっとかけてみます。それではカキ殻石灰を今から振っていきます。石灰類は手がちょっと荒れますので手袋をしました。昨年稲の方に小石灰を、まあ手袋はしてましたが、長靴履いて田んぼの中入って小石灰を手で振りましたところ、長靴の中が蒸れてきて、消石灰の直接足には消石灰が入ってないですが、長靴の中に消石灰が入り、足が長靴で布とズボンとの間でこう擦れて、そこに傷ができて消石灰のエキスが入って足がちょっと負けましたので、ちょっと消石灰はやっぱりアルカリ成分がきついですので気をつけた方がいいでしょうかね。
では、カキ殻切開を振ります。カキ殻切開の場合は、塩切開もですが、頭からこのように振っても大丈夫です。マルチの上から振って白くなる程度に葉っぱにかかっても大丈夫です。ただ、米ぬかはこのようにかけると、先日もコメントでカラスに食べられたということですので、米ぬかをかけるときはこのように頭からはかけません。株元にこうやって株元にかけます。カキ殻切開や塩切開はもう頭から歯にかかっても大丈夫ですのでこのようにしてかけます。ちょっとマルチの方にも白くなりますが、かけすぎもダメですが、これぐらいの量であれば大丈夫だと思います。まあ、カキ殻の方がアルカリ成分がちょっと少なめですので、量の加減がしやすいでしょうかね。このように足元がちょっと白くなるぐらい、株にかかってもよろしいですので、で風に飛ばされてしまうのでこの後お水をかけるとなおいいと思います。マルチにかかった分はだんだんと夜露なんかで吸収されていきますので、はい、これぐらい、ちょっと株元が白くなるぐらい、これぐらいに振っておけばいいんでないでしょうか。塩切開の方はアルカリ成分がちょっと苦土よりカキ殻切開より強いですので振る量を加減しなくてはいけませんが、カキ殻切開はアルカリ成分がちょっと少ないですので、散布するときに少々行き過ぎてもそれほどの心配はないと思います。まあ足元が白くなるぐらいにカキ殻切開を巻いておけば、その後お水をかけるなり、また雨の前日に振っておくとかされたらいいと思います。歯にかかっても大丈夫ですので、まあ塩切開も歯にかかっても大丈夫ですが、振る量が若干カキ殻切開よりかは少なめに入れた方がいいと思います。玉ねぎやニンニクを収穫した後、保存するときに葉先や根元ぐらいに塩切開をかけると菌が入りにくいですので腐敗しにくいと思います。そのときに大きな農家さんだったら3分機という背中を背負ってパーッと粉を飛ばす機械があるんですけど、家庭菜園で作るぐらいの保存だと手でかけるか、マヨネーズやケチャップなどの容器に入れて塩切開を入れて空気と一緒にパフンパフンとこう塩切開を玉ねぎニンニクにかけることによって殺菌効果がありますので保存も腐らずに保存できるんではないかと思います。これも一つの方法として試してみてください。箱に保存したり釣ったりするして保存する場合もその塩切開をかけることで腐りにくいし、箱に保存するよりも釣った方が通気性がいいですので保存の方は長持ちするんではないでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコニコ。今度笑うちゅう。笑うちゅう。これ以上笑えらへん。目も開いてない時と開いちゅう時の差がうんとあるけど、そんなね、開いちゅう時が開いてない時あるの自分でも分かる。